それでは次回7月19日金曜日から放送の番組内容をお知らせします。次回のアイウェーブ松阪はスポーツ全国大会出場者激励会、松阪祇園祭りなどご覧の内容でお送りします。この後20分からは7月のハッピーバースデー、25分からはハルルクッキング、30分からの特集コーナーは優は何しに松阪へを放送します。次回のアイウェーブ松阪もぜひご覧ください。それではこれで失礼します。